それは20年前の出来事でした。30日間伝道師としてウクライナの恵まれない子供たちを対象にアメリカンフットボールの交流を通して奉仕活動に行った時でした。あまりの衝撃的な体験で30日間のはずが以来10年間第三世界を中心に恵まれない子供たちに明るい未来をと活動を繰り広げることとなりました。この体験からビワキッズ基金設立の思いが芽生え始めたのです。アンにもおそらく同じようなことが起こったのでは？その通りです。16歳の時に体験したベネズエラでの奉仕活動を通じてリックと同じことが私の気持ちの中にも起こりました。たった3週間の奉仕活動の旅でしたが、その時自分の中に芽生えた恵まれない子どもたちに明るい未来をという強い気持ちがその後の私の人生の目標となりました。リックと私は同じゴールを持ったことで意気投合し結婚しました。それから私たちは共通のビジョンである世界の子どもたちに平和と明るい未来をへの実現へと動き出したのです。私たちはアメリカに戻り企業を起こす決断をし、エクスフューズと同時に設立したのが非営利団体ビバキッズです。ビバキッズは世界の恵まれない子どもたちを支援する NPO です。エクスフューズの売上の 1% を継続的にビバキッズ基金に寄付をし、さまざまな支援活動をしています。その中で今一番力を入れて取り組んでいる支援の一つがチャイルドスポンサープログラムです。ある特定の子どもの里親となっていただき、1日わずか1ドルをその子の明るい未来に向けてご寄付をいただくのです。現在では数百人ほどのスポンサーがいます。今後もっと世界的な規模で増えていってくれることを願っています。なぜなら必要とする子どもたちがまだまだ数えきれぬほどいるからです。ここで少し紹介します。10歳になったばかりのドミニカ共和国のルイス・カルロスの人生は日本人の里親のおかげで大きく変わりました。ルイスは学校にも行けず、食事も毎日十分に食べることもできない環境の中にいました。しかし、里親のおかげで毎日ビバキッズが作ったチルドレンセンターに通うようになり、そこで大好きな勉強をして、美味しい食事をお腹いっぱい食べることができるようになったのです。日本にも子どもたちの里親になってくれているメンバーがたくさんいらっしゃいます。この場を借りて心より感謝申し上げます。本当にありがとうございます。私たちの目標はビバキッズ基金を通じてより良い未来を一人でも多くの子どもたちに与えたいということです。それは単に施設や食べ物を提供することだけではありません。孤児院やチルドレンセンターをサポートする際には資金を提供するだけではなく、職業訓練学校を建て生活の糧を得るための方法を子どもたちに教えています。そして子どもたちには生きる力を培ってもらいたいと思っています。例えば水の浄化システムやティラピア淡水魚とその循環装置を使った野菜の栽培など、子どもたちはその作業を習得するだけではなく、きれいになった水や育てた魚や野菜を近隣地域の人々に安価で販売するという生産と販売の仕組みも学んでいるのです。これは子どもたちや施設のためだけでなく、その地域やそこに住んでいる人にとっても喜んでいただけるプログラムになっているのです。人間として誰もが幸せで意味のある人生を送りたいと願っています。一人一人がほんの少し手を差し伸べるだけで、この世の中はより良い世界へとなっていくのです。皆様の絶え間ないサポートに心より感謝申し上げます。